毎年11月第4木曜日はアメリカの感謝祭です11月26日今年もアメリカ人はこの伝統的な祝日を迎えましたアメリカ人にとって感謝祭は一家団らんの温かさを感じる重要な日ですトランプ大統領はこの感謝祭の日に宣言を発表しました 命にに大きなご加護を与えてくださった神に感謝します。親友と集まり、この寛大さ、希望、感謝に満ちた休日を祝うとき、同時に信仰、家族、友情に基づくアメリカ建国の伝統を記念し、そしてアメリカを世界の歴史上、傑出した国にした自由と民主の原則に感謝します。 トランプ氏はまた発表で最初のアメリカ人が確固たる信仰から苦難を乗り越えてアメリカ大陸に根付いた歴史を振り返りました1620年にメイフラワー号が新世界に到着したことはこの土地に民主の最初の種が到着したことを示していると述べました感謝祭の起源はアメリカの国家建設にまでさかのぼります 一説では1621年に北米の新大陸に足を踏み入れたばかりの英国のピューリタンたちがインディアンの助けにより最も困難な初年度を乗り越えその感謝を表すため地元のインディアンと一緒に収穫を祝う宴会を開いたことが起源とされています。 アメリカの感謝祭の父として知られているウィリアム・ブラッドフォード氏はこの土地初期の総督です。彼の作品プリマス・プランテーションにはこの期間の履歴が記録されています。約400年前の1620年9月、憧れに満ちた102人のイギリスのピューリタンたちはメイフラワー号木星帆船に乗りイギリスを出発し、 2か月後に北米のマサチューセッツ州に到着しプリマスに定住しました2年後これらのピューリタンは全ての私有財産を禁止し土地と収穫を共有する共産主義的なコミューン制度の実験を始めましたしかし1623年までにこのシステムは継続できなくなりました彼らは食糧不足という大きな問題に直面したのです ブラットフォード氏はプランテーションに次のように書いていますこの共有財産性が多くの混乱と不満を生み労働のパフォーマンスを遅らせることがわかりました働き手の男子は他の男子の妻子のために時間とエネルギーを費やしても報酬も補償ももらえないと不平を言います 努力を惜しまない人がその4分の1の仕事しかしていない人より、多くの食べ物や衣類などを手に入れることもありません。これは不公平だと皆が考えています。全員が全く同じでなければならず、全員の仕事は全く同じで、全員が全く同じものをもらい、誰もが他の人とほぼ同じでなければならない。 もしそう思うならそのようなシステムは神が人と人との間に設けた関係を本当に破壊したわけではないにしても少なくとも人の間で保存され大切にされるべき品質である相互尊重の感覚を大きく弱めてしまったのですその後ピューリタンたちはついに共産主義的なコミューン制度を放棄することを選択しました 繰り返し議論された末に最終的にブラッドフォード総督は主要な提案を採用し全ての人が自分のトウモロコシを栽培することを許可し人口の割合に応じて各世帯に農地が割り当てられましたその結果皆が勤勉になりトウモロコシの生産量は以前よりはるかに上回りました 基本的な人間性、私有財産の価値観、そして個人の努力に見合った報酬の保障といった原則に反する共産主義的な共有制度は失敗しましたが、この新しい制度は大成功を収めました。 夏には豊作を目前にして雨がやみ作物の成長に影響が出ることもありましたがピューリタンたちが雨乞いを祈る集会を開けば雨の神は彼らの誠意を見ていたかのように恵みの雨をもたらし豊かな収穫の恵みを与えましたこれを彼らは自分たちに与えられた新しい制度に対する神からの導きであると考えました そのため1623年の暮れにブラッドフォード総督は11月29日を「収穫感謝祭」の日と正式に定めたのですこの歴史からアメリカは最初から共産主義の仮説を放棄し自由民主信仰に基づいて建設された国であることがわかります感謝祭の歴史を振り返ってからアメリカの現状へと視点を移すと 現在この国が経験している史上最悪の選挙詐欺の中で数十年にわたるアメリカへの共産主義の浸透が最高潮に達し民主の基盤が危機に瀕していることがわかりますこのような背景から感謝祭に関するトランプ大統領の発表は特に深い意味を持つのです発表の中でトランプ大統領はアメリカ建国の歴史を振り返り 有権者の意向を尊重することが米政府を長く存続させる要であると強調し今その建国の基盤が転覆されている重要な瞬間にあることを国民に気づかせようとしていますトランプ大統領はまた中共ウイルスの危機の中国民が再び団結し惜しみなく助け合い共に困難を克服することが建国当初のアメリカ人の精神を体現すると強調しました 2017年1月の就任以来トランプ大統領は完全戦をはじめとした中共に対する包括的な反撃を開始しましたトランプ政権は1970年代以降アメリカが中共に対して誤った認識を持ってきたことの重大さを反省し中共に対する方針を根本的に修正しました 中共勢力に打撃を与えるため、中共スパイを逮捕しスパイの拠点であるとして中国領事館を閉鎖し台湾民主政権を支援する各種法案と措置を実施し西太平洋に2隻の空母を派遣するなどさまざまな制裁措置を実施しました経済面では民主党左派の強い干渉にもかかわらずこの4年間で選挙公約の80%以上を果たしました 例えば、米国企業に対する税金を削除し、中国からの輸入品の関税を引き上げ、現地生産を刺激し、CCP による数千億ドル相当の知的財産権の盗難を回避し、テロリストの ISIS IS イスラム国を排除し、 米国に数百万の雇用を創出するためにメキシコとの国境の壁を建設するなど共産主義の侵略を受ける中でアメリカを再び偉大にしてきました5つのマクロデータからのトランプ大統領の優れた成果を見てみましょうデータその1株価指数の急上昇 11月24日、アメリカの株式市場は再び上昇し、ダウ平均株価が初めて3万ドルを突破し、市場最高値を記録しました。アメリカ株式市場は2020年初め以来、9回も記録を破っており、トランプ政権下においては48回も記録が破られています。トランプ大統領はアメリカの株式市場に幸運を呼ぶ人物であると言えるでしょう。 トランプ大統領が2017年1月20日に米第45代大統領に就任して以来、すべてのアメリカ株価指数は着実に上昇しています。株式市場は中共ウイルスの突然の攻撃を受けて、上半期に株価が急激に下落しましたが、その後力強く反投し、強力な強気市場になっています。 すべての優良銘柄の利益の上昇が反映されダウ平均株価は合計で50%上昇しました一方より広い企業をカバーする S&P500 インデックスは58%上昇していますデータその2米国 GDP の大幅な上昇 GDP に関してはトランプ大統領の任期の最初の3年間の平均成長率は2.5%でした そのうち2018年度の GDP は前年比で3%増加しており過去10年間で2番目に高いレベルでしたオママ前大統領の任期の最後の3年間での GDP 成長率は平均で2.3%でした2016年 多くのアナリストが金融津波後の最悪期からの8年間の回復期に追い風に乗ったオバマ大統領に対して次期大統領は減速しつつある経済を引き継いで調整役を担う必要があるだろうと予測しましたがトランプ大統領は年間平均2.5%の GDP でこの予測を覆しました。10月29日、米商務省は、 第三四半期の GDP が33.1%増加したことを発表しましたこのデータは個人消費を支援するための3兆ドルを超える政府の救済基金が底辺にあった第二四半期からの力強い経済回復を促したことを反映していますトランプ大統領は率直にこう述べています今日の数字を見たか 1> 1の GDP 成長率アメリカ歴史上で最も大きな成長率だデータその3失業率50年ぶりの低水準トランプ大統領は就任して以来4年間で半世紀で最も低い失業率を生み出しました2月アメリカの失業率は3.5%に低下し50年ぶりの最低水準となりました 中共ウイルスが発生する前は、3年間で640万人の新規雇用が喪失されました。昨年、フォーブスが発表した記事によると、トランプ大統領が喪失した工場雇用の数は、オバマ前大統領の1.7倍でした。中共ウイルスの打撃により、失業率は一時的に2桁に上昇しましたが、9月には再び7.9%にまで下がりました。 労働省が11月6日に発表した10月の雇用統計によれば失業率が前月から1.0ポイント下がった6.9%となり63.8万人の新たな雇用が生み出されており市場予測を上回りましたトランプ大統領は財政から10ヶ月以内に1000万人の新規雇用と100万に及ぶ小企業を創出することを約束しました 一貫して公約を守ってきた彼のこれまでのパフォーマンスから判断すると失業率は新たにこれまでで最低の水準にまで下がることも考えられますデータその4時給が上昇農家が恩恵を受けるトランプ政権の期間中米国国内の時給は上昇し続け2016年の初め以来ずっと上昇しています給与が最も高いのは情報、攻撃事業金融 保険などの業界です。低所得の農業は、疫病の流行下で連邦政府から370億米ドルの緊急補助金を受け取り、困難を乗り越えました。中共との貿易交渉では、トランプ大統領は農家を最優先に考え、交渉条件の一つとして、アメリカの農家から大量の大豆を購入するよう中共に要請しました。ウォールストリートジャーナルがかつて引用した一部のアメリカ農家の見解では、 貿易戦による農家への打撃が多少の不確実性をもたらしたものの彼らは2016年の選挙と同様に4年前と同じ理念を持つトランプ大統領を支持し続けたと示されています。 トランプ大統領の就任以前の国内農家の純収入の増加は20%でしたがトランプ大統領就任後のわずか3年後で彼らの純収入は50%近く増加し300億ドルに達しました今年の初めウォール・ストリート・ジャーナルが実施した世論調査によるとアメリカの農民と牧場経営者の83%がトランプ政権の業績を認めています トランプ大統領は残りの17%がどこにいるのか知りたいと冗談を言っていましたデータその後貧困率記録上最低過去40年間のアメリカの貧困層の割合は12%から15%の間を変動していますトランプ政権の最初の3年間で700万以上の新しい雇用が創出され240万人が貧困から解放されました 特に2019年にはトランプ大統領が実施した経済政策の効果が発揮され米国経済は活況を呈していました1年以内に420万人が貧困から解放され貧困層の割合は記録上最低の10.5%に低下しましたアメリカにおける貧困とは個人の収入が1日当たり35ドル未満 または4人家族の収入が一日当たり70ドル未満であると定義されています市場が中共ウイルス流行の影響を被ることで2020年の貧困人口の上昇はやむを得ないと予想されていますがトランプ大統領が再選した場合貧困人口は新たな最低値に達することも考えられていますさらにトランプ大統領は規制関連コストを500億ドル以上削減しました また米国とメキシコの国境の壁の建設によって不法移民を80%削減し連れてこられた孤児はほとんど姿を消しました彼はまたイスラエルの米国大使館をエルサレムに移しもともと10億ドルの予算だったところを40万ドルで完成させましたイスラエルとアラブ首長国連邦の外交関係を樹立し中東でのさらなる平和構築を促進しました 中東の ISIS テ IS ロ組織は2年以上の期間内に完全に消滅させられ55人の人質が守備よく自国に救出されました大統領としてトランプ氏は年に1ドルの給料しかもらえませんトランプ政権の4年間で彼の資産は10億ベートル以上縮小したにもかかわらず彼は常にアメリカ国民に着実に貢献してきました トランプ大統領がアメリカを偉大にすることは誰の目にも明らかですそのため今回の大統領選挙ではこれまで投票したことのなかった多くのアメリカ人もトランプ大統領に投票するために出てきましたトランプ大統領は率直な実務家であり一部の人の利益を脅かしていますが多くの参照や評価を獲得していますアメリカ在住の政治経済学者王群東氏は トランプ大統領がアメリカの多くの問題を露呈していると指摘しています。同氏は民主党か共和党かを問わず、過去歴代の米大統領は、これらの問題を確認するところか後回しにして回避してきたと述べています。最典型の問題は、米国が選挙化中間、由於被共产党欺騙された。 的机会流失走了所以著名な評論家、トランプ大統領にたたくさんのレッテルを貼ったと考えています。トランプ大統領は独立独歩であり彼のスタイルは体制内の共和党員民主党員または支配階級の人たちとは異なります

同氏はトランプ大統領が共産中国に反撃する使命を持っており共産中国による損害を明確に認識している最初のアメリカ大統領であると信じていますトランプ大統領はすでに象徴的存在になっています中共に対する西側の反撃の象徴でありそして民主主義の象徴ですトランプ大統領の最大の外交上の成果は中共を最大限に攻撃し 国際的な同同盟盟をを最大限ににに確確立立すすすするるここことと特アアジア太平洋ではうういう意見もありますトランプ大統領が今後アメリカに残す一番偉大な記録は記録上の経済成長のデータや外交上の成果ではなく嵐のような攻撃を受けているにもかかわらずアメリカ人を目覚めさせることに尽力を尽くしていることです。以上 感谢朋友们的收看，我们下期见。